こんにちは、鳥山明です。ドラゴンクエストがあってファイナルファンタジーがあって割と似てるようで両極を成してるロールプレインゲームがある意味で合体するわけじゃないですか。非常にこうスクエアのグラフィックと堀井さんの分かりやすさっていうんですか、あのあたりがうまく合体して本当にいいとこ取りかなっていう感じはするんですけどね。両方の途中のゲームが3時間分ぐらいまでできてるやつを貸していただいたんですけど、びっくりしました。グラフィックがあんまり綺麗で、いわゆるこう風景とか細かく書き込みすぎるほどゲームとしては見にくくなると思うんですよ。でもかなり細かく、ぼかしとか使ってできてるのに非常に見やすかったから、あの点が一番驚きましたね。本当に忠実にやってもらってて、あんまりこう忠実すぎて本当はもっとすごい画面でできるんじゃないかと思うのに僕に合わせてもらっちゃったみたいで。こんにちは、堀井です。クロノトリガーですね。ではプロットをですね担当させていただきました。今回どうしてこういう物語にしたかっていうとですね、まず32メガっていう大容量を使えるもんですから、フィールドマップがいっぱい持てるなと。じゃあそのいっぱい持てるフィールドマップをどういうふうに使うと一番楽しいかなって考えたのはですね、時間ものっていうかいろんな時代に行ってですね、そこでいろんな冒険ができるみたいな。例えば原始時代にも行きたいね、中世にも行きたいね、現代もいいよね、未来も見てみたいねっていうところでですね、いろんな時代を行き来してその中で謎を解いていくみたいな、あのロールプレイングができればすごく楽しいんじゃないかと、そう思ってこのゲームを作り始めたわけです。で今回ですね、プロットを僕が書いて、あとスクエアさんにシナリオを実際起こしてもらったっていう共同作業、初めての共同作業をしてるわけですけども、そういう意味でその次々ロムが上がってきてですね、結構やっぱり絵がすごいなっていう気がしますよね。そのいろんな意味で動いたりとか見せ場があったりとか演出があったりとか、ちょっともうこれはなんていうのかな、こうアニメ動きはアニメの中で自分が参加できるアニメーションじゃないかという、そういうゲームだと思います。でこのゲームはですね、もうすぐ多分完成すると思うんですけども、皆さん遊んでください。よろしくお願いします。こんにちは、坂口です。今回のクロノトリガーは、ドラゴンクエストの堀井裕二さん、それから、ドクタースランプやドラゴンボールで、すごい漫画を描いている鳥山明さん、2人と組むことができまして、ものすごいゲームに、仕上がろうとしています。実際スクエアのスタッフもかなり、強力なメンバーが揃いまして、ファイナルファンタジー、1から4までやった男とか4、5、6のそれぞれのディレクターをやったやつら、プログラマーも、聖剣伝説やロマンシングサガ、グラフィックも FF や聖剣を、歴代やってきた強者が、今回のクロノトリガーのために、集まってくれました。もちろん、3人も頑張っています。スタッフも、それに負けないくらい、とにかく最高のもの、夢のロールプレインゲームを作ろうと頑張っていますので、ぜひ、期待していてください。よろしくお願いします。先生のイラストをドット絵にしてアニメにする作業をしています。特に見てほしいのはキャラクターの細かい動きやバトルでの緻密なアクション。何しろ1キャラあたり最大256パターン、全部で3000パターン以上あるんですよ。
これも32メガの大容量ロムのおかげ。じっくり見て、あ、こんなところも動いてるんだと発見してもらいたいな。FF やロマサが聖剣をやってきたスタッフの経験と技術を全て投入します。ただクロノトリガーをそれらのゲームの単なる集大成にはしたくないですね。作るからには集大成を超えたものを考えています。僕が担当するフィールドでもかなり面白い仕掛けを用意してますので楽しみに待っていてください。FF6 では主にイベントの演出をやりました。クロノトリガーでは FF6 のオペラ座以上のイベントを用意しています。裁判所や刑務所など今までの RPG ではあまり出てこなかった舞台もありますので期待していてください。エンディングも素晴らしいものですよ。シナリオからメッセージを起こして動きをつけたり演出をしています。鳥山先生のイラストがすごく元気よくてコミカルなのでそれを活かしたいな。真面目な時は真面目で笑える時は笑える、そんな鳥山漫画のようなメリハリを楽しんでもらいたいですね。それに時代ごとに出てくるいろんなキャラの中から好みのメンバーを選んで遊んでほしいな。
開発したアクティブタイムバトルの調整をやっています。フィールドを歩いていてバトルに入るときに全部イベントでモンスターを出しているんです。一つ一つ手作りで何百種類というイベントを組みましたので、出現パターンもいろいろあって驚くと思いますよ。バトル中もアクションゲームみたいにキャラクターが動くので、スピード感あふれるバトルを楽しんでほしいですね。黒のトリガー、夢は今時空を超える。